ミシケの戦い、メシケの戦い、マシケの戦いは244年1月13日から3月14日の間に行われたサーサーアンアサとローマ帝国の戦闘。ゴルディアヌス3世243年、ローマ皇帝ゴルディアヌス3世がサーサーアンアサに侵攻した。デザエナの戦いで勝利したローマ軍はミシケという地まで進出してきた。この町あるいは、 地方の位置は推測する他ないものの、現代のアンバールではないかと考えられている。戦闘はサーサーアンア・朝の勝利に終わった。ゴルディアノス3世は戦死したか、あるいは戦後に部下に殺害された。ナクシェ・ロスタムにあるシャープール1世の碑文には、ミシケの戦いに関する3カ国語での言及がある。最初に、我らが帝国内で地位を確立したとき、 ゴルディアヌスカイサルは、ローマ、ゴート、ゲルマニアのすべての地から軍勢を集め、アスウリースターンに向けて、エーラーンシャフルと我らに対し進軍してきた。アスウリースターンの国境のしけで、大規模な正面戦闘が起きた。ゴルディアヌスカイサルは殺され、ローマ軍は滅ぼされた。そして、ローマはピリップスをカイサルとした。その後ピリップスカイサルは我らと条約を結び、50万 ディナールを彼らの命の身の代金として支払い、我らの従属者となった。そしてこれゆえに、我らは、ミシケを、ペーローズイコールシャープールと解明した。ピリップス・アラブス一方で、ローマ側の文献は、敗北を認めていない。同時代や後のローマの文献では、遠征は、完全に、または、部分的に成功したが、ゴルディアヌス3世は、 フィリップス・アラブスの陰謀により殺害されたのだとしている。しかし歴史家の中には、サーサーアン・朝の勝利は決して虚構ではなく、フィリップスの陰謀も、ゴルディアヌス3世の死の真相からは、ほど遠いと考えている者がいる。文献によっても、ゴルディアヌス3世は、戦場外で死んだとするもの戦場で死んだとするものに分かれている。また中には、 オストロネのキルケシウム近くの在他に殺害された皇帝の記念碑があったと伝える文献もある。様々な文献の間で混乱があるものの、ローマ軍が敗北の後に10代の若い皇帝に対する不満を爆発させ、C 殺に及んだ可能性もある。またそれらとは別に、6世紀の歴史家、ヨハネス・マララスや9世紀から12世紀の間の東方の3人の歴史家たちが、 第三の説を唱えている。彼らはゴルディアヌス三世が落馬して桃モモを負傷し、その怪我が元で死去したと伝えている。ゴルディアヌス三世の後を継いだピリップス・アラブスは、ローマ皇帝を名乗り、シャープール一世と和議を結んだ。両大国が再び衝突するのは252年のバルバリッソスの戦いである。この戦いでシャープール一世は、 ローマ帝国の大軍を破り、シリアやアナトリアの一部にまで進行することに成功した。ありがとうございます。